今日はね、クリスマスも近いということで、やめて、クリスマス近いということでね、ドアラはサンタさんの格好で来てくれました。なんかちょっと変わったアピールしておりますけれども、よかったらね、今日しか楽しめないこのクリスマス衣装のドアラをぜひ皆さんたくさんお写真撮ってくださいね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでね、どうぞ隠れて、いろいろ使い道がありますね、マント。いいですね。さあ、今日はですね、第2部ということで、2部も盛り上がっていきましょうね。ドアラノリノリだね。じゃあ早速ですが、まずはドアラとのトークショーということで、ドアラにはね、スケッチブックを。出ました。ちょっと私がね、スピーカーに近づくとちょっと音が鳴ってしまうので、ごめんなさいね。じゃあね、1回目も見に来たって人、はーい、お、ほとんどかな、これ2回目初めてだよって人、はーい、あ、何人かいらっしゃいますね。じゃあね、せっかくなのでね、今、初めましての方もいるのでご挨拶しましょう、ね、せっかくなので。さあ、皆さんね、今日はお買い物でしょうかね。たまたま通りがかってドアラがいるってなった人もいるかもしれませんね。さあ、今日はドアラがサンタの格好で登場しましたが、2回目の人にこんにちはを、え、やってくれんの？こんにちは。ありがとう。あそこまでやってくれてありがとうございます。あ、まだありがとうございます。こんにちはということで、皆さん2回目もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さてさて、今日はね、ここモレラ岐阜にたくさんの方、第1部も第2部も集まっていただきました。で、これをきっかけにドアラやドラゴンズのファンが増えたら嬉しいなと思うんですけれども、ドアラから見てドラゴンズのおすすめポイントはどこでしょうか。ね、まだよくわからないよって人、これからね、ファンになってもらう方たくさんいると思うので、ドアラから見てのおすすめポイントをちょっと紹介してほしいなと思います。どんなところがおすすめかな。ね、小さいお友達もいますからね。2年連続6位でもこれね、上がるしかないもんね、これからね。そうだよね。しっかり頭を下げておりますけれども、でもここから上がるしかない、期待しかないということなので、ね、今押していただければ皆さんと一緒にね、こう上がっていくところを楽しめるよね。そうだね。頑張りましょう、来シーズン。はい、ということで、おすすめポイント2年連続6位という、ね、逆におすすめなところでございます。さあ、そしてですね、今日はお休みで来ているという方もほとんどだと思いますけれども、ドアラはこう休みの日にここモレラ岐阜に来たら何したいですか。今日はお仕事ですけれどもね。さあ、ドアラはお休みの日、こういったところではどのように過ごすのかな、何がしたいとかありますか。はい。あの子のように寝たい。どの子。あの子ね、あの子1回目も見に来てくれてたよね。ね、あ、いいよね。でもこうやってイベントに来て、お買い物来て、多分いっぱい楽しんで疲れて寝ちゃったんだと思うね。とっても幸せですね。いいですね。じゃあドアラもぜひ休みの日にはここモレラ岐阜に来て、どこかで寝てるかもということですかね。ね、だいぶ目立つけどね。きっと起こされちゃうと思うけど、まあ、挑戦してみてください。ちなみにドアラは何かクリスマス近いけど欲しいものとかありませんか。ね、ぜひ自分へのクリスマスプレゼントとかね、なんかせっかくだからお買い物してもいいんじゃないかなと思いますが。夢と希望、いいこと言うね。夢と希望が欲しいの。でもちょっとここに売ってるかな、夢と希望売ってるお店。あ、ある。あ、まるってやってるけど、どっかに置いてあるみたいだよね。ぜひ我らにもきっと夢と希望
売ってるかはわからないけど見つけてくださいぜひね、それは自分で見つけるものだと思うので、そう、自分の中にあるのかなね、見つけてみてください。はい、さあ、そしてですね今日はね、あのクリスマスグッズを身につけてくれてる人がたくさんいますね。あの小さなお子様にはクリスマスグッズ持ってるお友達に最後にこのステージ終了後にはお菓子のプレゼントがあります。先着50名様にはなりますが、お菓子のプレゼントあるので、ぜひね、お友達はもらっていってもらいたいと思いますが、大人の方も今日はクリスマスグッズいっぱい身につけてきてくれましたので、ドアラからちょっとファンサオという指令がございまして、何何大人は自分で買って、お菓子はね、お菓子は自分で買うと思うよ。でもね、あのこのイベントね、クリスマスグッズを身につけるといいことがあるかもってポスターとかにも書いてあったので、ぜひドアラからちょっとだけねサービスをしてもらいたいなと思うんですが、カモカモ、まあ、カモカモなんだけどね、よかったらあのほら目線を送るだけでもいいのでね、嬉しいですよね、自分の方見てもらうのね、ぜひあのクリスマスグッズの方ね中心にね、だから目線をすごい強いね、なんか強い目線ですけども、上もありがとう、くまなく あちらにもサンタさんのお人形ね、ありがとうございます。はい、ということで目疲れた、フラフラしてる、すごいね、気合い入れすぎちゃったね、ありがとうございます、ドアラさんそんなに目線送るのってそんなに大変なんだねありがとう、ね、ちょっと休んでおいてください。この後はね、もっと大変なじゃんけん大会があるからねちょっとパワーを蓄えておいてもらいたいと思います。はい、じゃあではこちらでじゃんけん大会の準備していきましょうね。さあ、ということで続いてはドアラとじゃんけん大会、まずはプレゼントのご紹介。はい、まあ一部ドアラからは大丈夫だよ、ここにありますからね。さあ、じゃんけん大会勝ち残った人にはこちらドアラのサイン入りミラー、そしてドアラのねマスクも入ってます、こちらをプレゼントしたいと思います。ぜひ頑張ってください。なおですね、あの先ほど申し上げましたが、クリスマスグッズ持ってる人はいいことあるかもということで、1回戦目はクリスマスグッズを持ってる人だけの参加となりますね。なのでクリスマスグッズ持ってる方1回戦目参加してください。 OK ですよ。そして2階からですと下に来るのが大変なのですみませんが、1階のみの参加となります。1階にいる方のみの参加となりますので、もしよかったら今なら降りてこられますので、参加したい方は1階に来てそこから降りたら危ないからね、あのエレベーターとかエスカレーター使って降りてきてください。さあ、それではじゃんけんはですね、勝ち残り戦となります。ドアラとじゃんけんして勝った方そのままですね、今から参加する人には全員立ち上がっていただきまして、そう、今座ってる方もいるからね、参加しない、ドアラ参加しないいや、ドアラは参加するんですが、で他の人ね立っていただいて、勝った方はそのまま立って参加してください。負けちゃった人、アイコの人は座ってくださいといったルールになってます。いいかな、はい、はい、じゃあちょっと立ってもらおうかな、皆さん参加する人立ち上がって手を挙げてください。あ、1回戦ではクリスマスグッズ持ってる人のみです。いいですか、 OK かな。じゃあドアラとじゃんけんしましょう。いきましょう、最初はグー、じゃんけんぽい。はい、パーがしてる人だけそのまま次に進みますよ。はい、パーを出してる人だけ進みます。結構いますね。いいですか皆さん、ズルはなしですよ。いきましょう、最初はグー、じゃんけんぽい。もう一度パーを出してる人だけです。パーを出している人だけです。1,2,3 まだ最後の1人まで絞りますのでね、いきましょう、最初
枠じゃんけんぽい。まただ。パーを出してる人だけですよ。パーを出してる人だけですよ。続いてる？これ危ないね。いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。おお、来た。グー出した人います？今。グー出した人。お友達？グー出してた？お、一人だけかな？グーだった？本当？じゃあ二人いるかな？じゃあ二人でじゃんけんにしようか、ここはね。でちょっとおいで。ちょっと見える位置までお願いします。あ、椅子が敷き詰めてあるのね。ちょっと大変だね、ごめんね。ちょっと二人でじゃんけんになりますけれども、取れるかな。あ、二人ともドアなの。お人形持ってなんかねえ、一緒だ。お揃いみたいだね、なんか。あ、ねえ。ドアラがね、見てますからね、しっかりと。はい。最初はグーでいきますよ。いいですか？あ、あとね、しっかりチェックしてね、ボディチェックしまして。OK かな？はい、大丈夫？ OK だね。ファイじゃない。最初はグー、じゃんけんぽい。あい。ちょっと待って。あ、もう一回ね。はい、落ち着いて。もう一回、もう一回最初はグーからいくよ。最初はグー、じゃんけんぷ。はい。ね、違うね。うん？いい？集中集中集中して。そのまま、そのまま行きましょう。じゃんけんぽい。あい、どうでしょう。おーっと。どうでしょう。判定。女の子が勝ちかな？どう？何？あ、女の子が勝ち！拍手！ということで、あの、じゃあこの景品を、ごめんなさい。ね、僕は、ね、いい試合だったからね、頑張ったね。負けてたお友達も大きな拍手をお願いします。はい。じゃあ、川原さん、これ、こちらを、あの、勝った方に。はい。ということで、はい、いい試合を見せていただきました。ありがとうございました。ね、ちょっとあ、何書いてくれるの。なんてサービス精神ドアラ、優しいね。ありがとう、よかったね、プレゼントだって。はい、ありがとう、ありがとうございました。席戻りましょう。どうぞ。ドアラすごいね、やりますね、あなた。はい、ミツさん、ということでね、1回戦目はあのクリスマスグッズ持ってる人だけだったんですが、じゃあ次はね、皆さん参加 OK ということでやっていきたいと思います。じゃあもう一度参加する人を立ってください。立ち上がって見えるように手を出してください。ドアラはもう強制参加ですよ。はい、お願いします。それでは行きましょう。ドアラさん、最初はグー、じゃんけんぽい。グーを出した人残ってくださいね。グー出した人残ってください。どうです、結構残ってますね。いいですか、そのまま行きますよ。じゃんけんぽい。あ、またグーを出した人。この流れ怖いですよね、いつ変わるんだろうね。行きましょう。じゃんけんぽい。またグー。みんなしっかり考えてください。次肝心ですよ。じゃんけんぽい。グーですね、グーの人、グーの人残ってます、結構残ってますね。次も行くよ。じゃんけんぽい。またグーの人。お、何人かいますね。どれくらいいる？ちょっと今グーの人前の方来てもらおうかな。だいぶ少なくなったので、グーの人前に来てください。グー出し続けた人ね。
あれ音割れて、あれあすごいね。なんか、なんか予知能力とかあるもしかして。え、すごくない？すごい。あ、え、結構いる。え、待って。結構いるんだけど。ちょっとびっくり。あ、みんな。前がいいかな。あ、上でもいいよ。なんかちょっと、なんかこの状態なんだ。どうした、ね、危ないからみんな落ちないようにね。何人いるの？ 1,2,3,4 まだいるよ。7人 ?8 人すごいね。お子様強くない？強いじゃあみんな入りたかった。手しっかり出して。あ、ドアラとじゃんけんするよ。あ、ここまとまって、もうちょっと前おいでって。あ、みんなの見えるようにあ、そうね、しっかりね、みんなに見えるように出そう。あ、前に向かって出すのね。あ、それいい考え。じゃあみんなこっち一列に並んで前に向かって一個だけ出そう。ドアラは後ろで出すのかな。あ、そういう感じね。いい？見えないよだっていくよ。ちょっと私も前から見るね。はい、行きましょう。行くよ。じゃんけんぽい。お、お、パー出した人は？あ、僕、僕、あ、出してなかった。じゃ、一人みたい。一人。ということで、ね。さあ、ということでね、ちょっと。一人が勝ったということで大きな拍手をお願いします。はい、じゃあ野原さん、何、あ、みんなと握手する、ね、せっかく来てくれたから。あ、握手できる？野原と握手しよう。ありがとう、来てくれてありがとう、参加してくれてありがとうね。ありがとう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 ね。できる？握手。いやだ、ちょっと拒否されちゃったね。あ、じゃあお父さんとね。はい、じゃあ、ね、負けちゃった皆さんありがとうございました。お席に戻ってください。はい、そしてお友達は見事に勝ちました。おめでとうございます。よし、もう一回いけるかな。もう一回いこっかね、せっかくだからね。もう一回いきましょう。はい、じゃあ皆さんもう一回復活です。いきますよ。しっかり手を見せてください。はい、行きましょう。3回戦最初はグー、じゃんけんぽい。出したの？はい、パー出した人、パー出した人残って。はい、パー出した人残って。さあ行きましょう。いくよ、じゃんけんぽい。パー出した人残って。お、もう皆さんに読まれてますよ。いきますよ、じゃんけんぽい。お、グーの人います？グーの人。あ、何人かいる。1,2,3,4,5,6,7。もう一回言って大丈夫かな。ちょっと怖いけどもう一回言っちゃおうか。はい、じゃんけんぽん。グーの人いる？あ、いた。あ、グー残ってる人前来てください。今の時点で勝ち残ってる人前来てください。だいぶ強いね。はい、今の時点で残ってる人前に来て。あれ、さっき見たぞさっき見た。いいよいいよ、聞いてきてね。でもお父さんが代わりにやってるからね。あと1,2。あ、いいですよ、おい、来てください。1,2,3,4,5人、5人ですね。他にはいないですか？いる？おいでおいでおいで、ちょっと通してあげてください。来て来てね。ちょっと道がないところを進まなきゃいけないので、ちょっとだけ通してください。すいません。6人かな。じゃあさっきと同じ感じでやります。じゃあね、皆さん、あのお客さんの方を見て一列に並んでください。
あ、一列にお願いします。大人に厳しいね。はい、じゃあね、皆さんは前に向かってじゃんけん出してくださいね。いきますよ。僕たち大丈夫？前に向かって出すよ。大丈夫だよね。大丈夫？できる？できるじゃんけん。ちょっと心配。じゃんけんポンってたら1個出してね。OKOK。 いこう。よし、やりましょう。いくよ。じゃんけんポン。お、チョキの人は2人。お、じゃあチョキちょっとこちら側の2人だけ残っていただいて、あとの方ありがとう。そうそうそうぜひ握手をね。はい、ありがとうございます。あちらも握手を。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ僕たちもね、ちょっと残念でしたが握手をして戻りましょう。はい、ありがとう。はい、ありがとうございました。じゃあ2人で対決になりますので、ドアラまた見守ってください。どうぞ真ん中で決着つけましょう。大丈夫だよ、そういう試合じゃないから。はい、じゃなくてね、いくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あい、あ、止める。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫だよ。あいこでしょ。お、ということで、なんとお父さんリベンジで勝ちましたね。ありがとうございました。じゃ負けちゃったけど大きな拍手お願いします。頑張ってね、最後までやってくれてありがとうございます。じゃあ野原さん、ようやく勝ちました。はい、お客様にもプレゼントを。はい、大丈夫だから、泣かない泣かない。はい、ではおめでとうございます。はい、なんて白熱したじゃんけん大会だったんでしょうね。え、今日とっても寒いのに暑くなりましたね。さあ、ということで残すところドアラさんのね、お時間もあとわずかとなってきましたが、投げないだね。ここで、あ、最後にね、せっかく、あ、それ戻っちゃう。モレラギフはなんとですね、おしゃれな店舗がたくさんあるということで、今回はドアラにはそのおしゃれさをですね PR していただきたいと思います。おっと、ステージの上にはいくつかの何かプレゼントのような、なんかクリスマスグッズが。それはいいよ。うん。こっち。あ、ごめんね、ごめんね。これもいいんだけどね。あのステージのね、後ろ、こっち見てください、ドアラさん。クリスマスグッズがね、用意されてるので、これを使ってドアラに我らイフのおしゃれさを PR してもらいたいと思います。いくつかあるので、よかったら見てください。で、まあ、ポージングなども含めてですね、ぜひランウェイのように皆さんの近くをこうぐるーっと歩いてください。ということで、じゃあドアラの我らゲフおしゃれ PR タイムスタート。皆さんよかったらね、これお写真撮って、ぜひいろいろな SNS でもね、発信していただけたらと思います。さあ、モレラギフはおしゃれな店舗がたくさんあるということで、ちょっとそれおしゃれなのかなーって感じてる人も多いかもしれませんが、まあね、おしゃれの概念はいろいろあると思いますので、ぜひ皆さん、このドアラとのドアラがの素敵な PR をお写真を飲んだね。そう、モレラギフにはおしゃれなコーヒー屋さんね、カフェなども。どうした？吐き出した今ね。おしゃれなカフェなどたくさんあります。そしてね、まあ、ファッションアイテム、さあ冬はね、いろいろと、まあ、寒さ対策も必要ですけれども、やっぱおしゃれに寒さ対策もしていきたいね。そんな使い方があるんですね。ね、全身を温める枕、なんかすごいね、洋服みたいな感じかな。前しか隠せていませんけれども、なんかピラピラしてますね。さあ、
ぜひね、皆さんの力もお借りして、モレナリクのおしゃれさをね、SNS で発信していけたらなと思っております。ぜひ撮ったお写真、ハッシュタグモレラギフなどをつけてね。ぜひ投稿して、何これ、どういう状態、これだけを撮ってもらうの、これだけどうぞ、ちょっとシュールだな、ね。そして、あ、それはね、時間確認用の時計で、今回のやつではないんですけれども、ま、それすらもこうおしゃれに見せてしまう。大きな腕時計、これさえあれば遅刻することもなくね、時間間に合いますね。自分一人じゃなく周りの人にも時間を知らせることができます。なんて素敵なんでしょう。はいね、今の現在時刻こちらになっております。あ、もしかしてもう終了の時間かな。あ、あと1分半ぐらいありますね。わかりやすい。あ、ゆっくりしてる。しまったな、どんなに時間を言わなければよかったかな。さあ最後ね、その紙袋で、じゃあ最後もうワンポーズいただきましょう。どうぞ、どう。いいね、買い物楽しいって感じですね。さあぜひね、皆さんも、ね、この PR を見て購買意欲などがどんどん高められていたらいいなと思いますが、中身見ないでね、なんかちょっと膨らましてあるだけなので。そうなんです。あ、なんかもう一個出てきたよ、もう一個出てきた。あ、これは、あ、笑えの、ね、もうまあね、これ後でね、クリスマスグッズを身につけているお子様にプレゼントするお菓子となっております。だからもうそこ入ってないからね。はい、ぜひあのもらってくださいということで、どうぞーでね。はい、じゃあ皆さんどうでしょう、ドアラのモレラギグの PR は皆様の心に刺さりましたか。よかったと思った人拍手お願いします。ありがとうございます。時間ありがとう。いいね、ちょうどあと30秒ほどで4時になりますね。ありがとうございます。そうすごい大きい時計ね、いいですね、素敵ですね。さあということで、野原さん、楽しい時間あっという間、どうした、あ、もうあとちょっとだね。そんなそわそわしないでよ。まあの時間はね、まあ、目安で最後はねちょっと過ぎるけど、ね、定時だけど最後はね、ぜひノアラにはメッセージを書いていただきたいと思います。ノアラ、さあまだまだね、あと、まあ、1ヶ月ほど、ね、今年もありますけれども、寒くなってきてね、風も吹きやすい時期となりました。ぜひ皆さん健康でね過ごしていただきたいと思うので、ノアラからこのメッセージで元気をもらってくれたらいいなと思います。さあ何書いてくれるのかな。はい、ちゃんとあったかいもの買って心も体も温めましょう。ということで、ドアラさんありがとうございました。中日ドラゴンズマスコットキャラクター、ドアラでした。